かませ町長、最後バッチリ決めろよな。パパも一緒に食い放題、もちろんママも食い放題。なかなか笑えるご両親じゃないか。その目の前でやればわかる。必死さに欠けるところがあるのよね。ここで現実を分からせてやろう。はあ、あんたのその上から目線超ムカつくよね。間違ってはいないと思うが。あ、ね、ほら、ジョジョもバカじゃないんだ。接近戦が不利なら距離を取るだろうさ。人がいることをありがたく思うんだな。ちょっと、ね、早めに降参することだ。ネイル整えたばっかなのにどうしてくれんのよ。下手に近づいちゃダメだからね。ああ、あんたやるね。あんたんとこのどこで拾ってきたんだ。でもさ、あっち食べてみんなよ。あんた、あれはまだできないんじゃん。そんなことはないんだ。お前の残りのチャクラでは何をしようが無駄だ。本当に嫌だけど肉弾戦だ。少しは見る目変わった。ムカつくわ。風影様に似た術だが、砂鉄の性質上強度はそれ以上だな。だらしない顔してるもん。よいしょ。俺は父上の名にかけて次の戦いでお前を倒す。自分自身のために戦うもんだってばさ。お前を倒すのはその次。長長、チャクラの使いすぎなだけで心配はないみたいです。どこか痛む？あいつ、パパは許さないからね。パパの方がイケメンだからね。なんだかめんどくせえことになっちまったな。試合でビビらせてやろうと思ったのにな。正々堂々。させいせい堂々、恨みっこなしでやろうぜ。なんだいそのイーグサは、可愛くないね。あんま期待しないでくれよな。ああ、ボルトに負けるなよ。なんだよそれ。いやそれプレッシャーでしょ。まもなく準決勝を開始します。遅いぞシカマル。すまね。どこ行ってた。あ、お兄さんだ。準決勝第一試合始め。グートン烈風将。つまんねえこと言うなよな。うっせえ、黙って捕まれ。影分身の術、しかないけん、あっちだよ。ちょっと待て。特訓してたのはボルトだけじゃねえって話だよ。さて、
潔くギブアップしてほしいんだけどな。よくやったな。しまった。俺の負けだ。渦巻きボルト決勝進出決定。バカ、決勝進出おめでとうございます。これは追加分です。うん、分かってるって。新しい風を。あ、いたいた。よいしょっと。負けるってさ、意外と悔しいもんなんだな。だからあちしは二袋目を食う。脳みそまで油まみれだよ。次頑張ろうよ。まだ先は長いんだし。あちしらあれよ。なんだよ、それで励ましてるつもりか。萌木先生に泣きついて焼肉でもおごってもらおうよ。だな。ボルト。ん？決勝で下手な試合したら。頑張。おわ。サラダ。今日のヒロインあんたに譲ってあげるし。あのアラヤって野郎要注意だぜ。至近距離で爆発が起こっても取り乱さない。こんなところで終われない。あとは全力で応援するだけだ。はい、始まるぞ。現実を使って相手の動きを止めようとしたのか。うん、でも効かなかったみたいだね。タイミングは完璧だった。なのに、少なくともシャリンガンによる現実を初めて目にして何ともない人間なんか。君たち木の葉の忍びのことは研究してきたっすから。ライトオン、ライキュー。どこ狙ってるんだってばさ。いや、見て。なんだよ。さあ、もう逃げられないよ。あんなところに人が。な、え、なになに、双子。どこで気づいたっす。おかしいと思ったのは最初からね。それに、シャリンガンでも追い切れない機械のような正確な動き。それだけっすか。あ、もう一つシャリンガンの弱点が何か知ってるはずよ。シャリンガンは大量のチャクラを消費する。その違和感で確信を持った。クグツを動かすそのチャクラの意図を。そうだろ、風影様。何か文句でも。あいつ今度は何を狙ってやがるんだ。いや、あいつ注目されてビビってやがるのかな。メタルと一緒だな。僕豪華級の術。それまで勝者ウチハサラダ。やったな、サラダ。まあね、すごい術だったね。次はあんたの番。分かってる、決勝は第7班でやるんだから。それでは続きまして、準決勝第3試合を始めます。フートン突破。君こそ変わった術を使うね。どうやってこの砂鉄を自在に動かすんだい。風影様ならこっちは根性です、美月くん。フートン、構えたち。無駄だ。
精鋭じゃぞ。そうだよね、まるで手応えがなかった。新規には俺の全てを仕込んだ。あいつの実力はまだこんなもんじゃない。かつて戦ってきたライバルがそうであったと教えてくださった。お前はどうだ。こんな時ボルトはどうするかな。ライトン、ヘビに勝つ。あの状況なら誰だって合わせる。こんなものか、まだあるはずだ奥の手が。さっきの攻撃でお前に砂鉄のマーキングをつけた。確かにこの状況じゃなすすべなしかな。ん？あの力を。参った参ったって言ったんだ。わかりました。どうしたんだよミツキは。どっかやられたのか。僕に聞かれてもわかんないよ。これ以上戦うと親に迷惑がかかるかもしれないからね。とんだ見込み違いだったようだ。何やってんだよミツキ。どっかやられたの。これからもよろしくかな。うん、そんな気がする。この葉隠れウチハサラダ。同じくこの葉隠れ渦巻ボルト。何何、焼肉食べたいって言うから連れてきたのに。仕方ないでしょ、給料日前なんだから。萌木先生、今ボルトと再戦するときどうやって勝とうかって考えてた。お待たせしました。イエーイ、焼肉級の特選盛り。なんか真面目な話されてたんで代わりに頼んどきましたよ。あの伝票です。だって私ママの娘だから。まったく。ねえパパ、今日も帰ってこないの。それにたまに夜中に帰ってきてうちで寝てるわよ。大変だけどこの世界のために必要な仕事を。しどり。すっげえ。タリンガンの洞察力があって初めて成立する。じゃあなんで見せてくれたんだよ。まずは基礎からだ。やってみろ。人の言葉に耳を貸さず、手段を問わずに力を求め、最後は友が助けてくれた。つまり友達は大事ってことだろ。それではこれより決勝戦を開始します。